フランクフルトキッチン、フランクフルトキッチン、フランクフルター、キュフェとは1920年代に設計された住宅建築において画期的な発明となった台所である。台所に初めてデザインの統一感を持ち込んだ、効率よく利用できるよう設計された、低コストで建設されたという点で近代のシステムキッチンの先駆け的存在と言われている。 また家事の合理化による女性の負担軽減というフェミニズム運動も担った。ドイツ・フランクフルト市内の建築家、エルンストマイによる公営住宅、レイマー・シュタット、視聴者外向けに1926年オーストリアの建築家、マルガレーテ・シュッテ・リホツキーがフランクフルトキッチンを設計した。1920年代のフランクフルトで約1万世帯に導入された。 第一次世界大戦後のドイツは深刻な住宅不足に直面していた。賃貸集合住宅の数を増やすために1920年代に様々な公営住宅計画が建てられた。こういった大規模に建てられるアパートは大多数の労働者階級の人間が手頃な値段で住むためのものであったため予算が逼迫していた。その結果、アパートは快適ではあるが広い場所ではなく、 建築家たちは多数のアパートに対してデザインを一つしか使わないことでコストを削減することにした。マルガレーテ出廷リホツキーにとってレーマーシュタットの台所設計の課題は建物全体の面積からそれほど場所を取らずにどれだけたくさんの台所を建築できるかという点にあった。リホツキーのデザインは当時主流であった台所今共同空間とは異なる。 当時の労働者の典型的な住居は2部屋しかなく、台所は調理するという本来の目的に加えて、食事をする、ダイニングルーム、時間を過ごす、リビングルーム、風呂に入る、バスルーム、寝る、ベッドルームなど、複数の機能を持っていた。もう一つの部屋は応接間として、日曜の午後の生産など特別な場合にしか、使用されなかった。しかし、リホツキーは、台所とリビング空間を、 スライド式ドアで区切り、台所を小さな別部屋にした。ここに、調理などの家事労働の空間とリラックス空間を分ける、というリホツキーの人生観が表現されている。リホツキーのデザインは20世紀初頭当時に流行していたテーラー主義、労働者の科学的管理法に多大な影響を受けている。18世紀中頃に、家政学者、キャサリン・ビーチャー、 によって唱えられ、1910年代にクリスティン・フレデリックによって、さらに進められた、家事労働も職業であるという考えは、ますます認識を高め、テイラーによって提唱された、産業最適化が、当然のように、家庭環境にまで持ち込まれたのである。テイラー主義を用いた、台所仕事の合理化について述べられた、フレデリックの著書は1922年に、 というタイトルでドイツ語に翻訳された。この考えはドイツやオーストリアで評価され、ドイツ人建築家、エルナ・マイヤーの建築物やリホツキーのフランクフルトキッチンのデザインの基礎となった。リホツキーは細かいタイムスタディ、時間業務調査を行い、台所における作業一つ一つにかかる時間を調べ、作業の流れを改善、効率化し、その流れに最大限合うように、 キッチンデザインを説した。リホツキーにとって最も重要なのは台所における人間工学の向上と台所仕事の合理化であった。上記の引用文はなぜテイラー主義が当時の民衆に受け入れられたかを示している。一方、経済学上でいう非生産的な家事に費やす時間を減らすことで女性が工場で働く時間を増やすという目的も 家事を合理化させるという考えに拍車をかけた。その他、家庭内においても、女性の地位の向上を目指す解放運動、フェミニズムの視点から見れば、合理化は女性に自由を与え、他に、関心のある事柄に従事する余裕を与えることになった。極度に、スペースの限られた鉄道の食堂車の台所は、リホツキーにとって、テーラー主義の理想的な形であり、 彼女のデザイン発想の鍵となった。食堂車の台所は1.83メートル X1.95 メートルと非常に狭いにもかかわらず、二人の人間が約100人の食事、6品フルコースを調理して給仕する、上に皿を洗って収納することができたためである。完成したフランクフルトキッチンは幅1.9メートル奥行き3.4メートルという、 狭い二列構造の台所であった。リビングへ繋がるドアとは別に窓と反対側の短い壁側に入り口があった。この入り口から見た蒸気画像を参照。左側手前にコンロ、その隣にリビングダイニングルームへ続くスライド式ドアがあった。右側の壁には食器棚と流し台があり、正面に窓と調理台があった。コンロの横には料理したての熱い鍋が入る。 保温器があり、朝の出勤前に調理したものを日中保温して、夕方帰宅して、すぐに食べる子が可能であった。流し台の横に壁に装着された水切り台があり、洗った皿は即座に、スタンドに並べて乾燥することができた。冷蔵庫はなかったが、折りたたみ式アイロン台があった。このアイロン台は普段は、スライド式ドア横の左側の壁に収納されているが、使用時には、 対面の流し台の円で支えて、橋渡しの状態にし、正面の調理台の椅子に座りながらアイロンをかけることができ。台所の狭いレイアウトは、スペースが限られているというだけでなく、台所で動く際に必要な歩数を最小限に止めるというテーラー主義そのものを意識したデザインによる。スライド式ドアも、台所と隣室のテーブルとの間の歩く距離を最低限に抑えている。 フランクフルトキッチンは当時の一般的な台所面積の1、3程度で作業動線も半分以下である。フランクフルトキッチンでは小麦粉、砂糖、米などの一般食材は紙袋ではなく専用のラベル付き収納箱に収められた。収納箱はアルミニウム製で食材をそのまま鍋に流し込めるよう取っての反対側に継ぎ口が付いている。 またこの収納箱は引き出しになっており、通常は棚に入っている。こうして台所は常にきちんと片付けられ、どこに何があるか常時わかるよう整理されていた。また調理台には取り外し可能な引き出し状のゴミ箱がついており、調理しながら野菜くずを落とし入れたり、作業がすべて終わった後で一度にまとめてゴミを捨てることができた。1920年代に使用されていた一般的な 調理器具類は、リホツキーの考えた最適な仕事の流れにも狭い、スペースにも合わなかったため、当時のドイツでは珍しかったコンロを含めた主要な器具、及び家が組み込まれた。こうして、世界初の作り付け、台所が完成した。また研究者がハエが青い表面を嫌うことを発見したため、木のドアと引き出しの正面は青く塗られた。リホツキーは、 穀物害中のミールワームが嫌うオーク材を小麦粉の容器に用い、調理台の表面には染み、3、ナイフの跡がつきにくいブナを用いた。椅子は自由度を最大限に高めるために足輪のついた丸い回転椅子を選んだ。リホツキーのフランクフルトキッチンはフランクフルトの約1万世帯に導入され、商業的な成功を収めた。設備が完全に揃った。 台所一つが数百ライヒスマルク途中程度の値段であった。建設費は賃貸費に組み込まれ、毎月一ライヒスマルクずつ上がっていったとされる。しかし、この台所は使い勝手が悪いことが多かった。キッチン最適化のもととなっている、リホツキー独自が考えた台所作業の流れに慣れていないものは、この台所をどう使ってよいかわからず、しばしば頭を悩ませていた。 利用者たちは自由度がそれほど高くないと言い,い、例えば特定の収納箱にラベルに書かれたのとは別のものを入れて使っていた。また小さな子供が簡単に収納箱へ手が伸ばせるのも問題であった。リホツキーはこの台所を大人一人のために設計しており、子供や大人二人という考えは念頭になかった。実際二人で作業するには狭すぎ、一人で作業していても、 食器棚の扉を開けると邪魔になることが多かった。導入時の批判の大半はこのような利用面における欠点に集中していた。それでもフランクフルトキッチンは近代の作業場としてのキッチンモデルとなった。そして20世紀の間ずっと合理化された狭い作業キッチンはヨーロッパ中の安いアパートの標準台所なったのである。社会学から見た作業キッチンの批判は 水分と遅れて1970年代と1980年代に起こった。フェミニストは作業キッチンの発展の動機の一つであった女性解放案が実は逆効果であったと指摘した。このような一人だけしか心よく働けない狭い台所という特化された合理化によって主婦は家庭の他の部分から阻害されてしまったからである。女性解放、ビーチャー、フレデリック、 マイヤーら提案者は、台所は女性の領分だと考えていたがの試みとして始まり、家事労働を職業化し再評価するということは女性を台所に縛り付けるものでる、とみなされたのである。リホツキーは単にフランクフルトキッチンという台所一つを設計したのではなく、三つのバリエーションを作っている。本校で述べられたタイプ1は、 最も一般的で最もコストが低いものである。タイプ2と3は同じコンセプトを持っているが、もっと広くテーブルがあり、調理者にもう一人あるいは二人が加わって作業を手伝うことができるほどスペースがあった。しかしタイプ2と3は1ほどのインパクトを与えなかった。エルナ・マイヤーはフランクフルトキッチンへの批判に応えて1927年に、 シュトゥットガルトキッチンを発表している。このキッチンはフランクフルトキッチンに比べて少しだけ広く、より正方形に近い形でユニット家具を用いることで利用者のニーズや異なる部屋の形に対応している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。